おはようございます、ショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今から大阪に行くのでその準備をしたいと思います。眠い。よし、 OK です。行きましょう。なんかやっぱ朝ってすごい静かですね。今日日曜日の朝なんで、まあ人は全然いないですよね。めちゃくちゃいい天気なんですけども、ただ気温がやっぱ朝からもうジメジメしてます。もうそういう時期ですね。はい、大阪に着きました。今梅田に来てるんですけども、今8時半なんでもうちょっとカフェに入ってちょっとまあ仕事したりちょっと頭こすれたりしたいと思います。でもなんか全然落ち着かないんですけど、こっちすごく快適です。おお、やっぱ最高にいい天気ですね。僕ここ好きです、このスポットっていうか、なんか半年前来た時とあまり風景が変わっていないような気もするんですけども、また迷路みたいな地下を作ってるんでしょうか。はい、ということで話を進めていきたいんですけど、今回はまあ別に梅田に来たこととあんまり関係ないんですよね、まあ、タイトルにある通りなんですけども、僕が今住んでいる物件に引っ越しをしてきたのがもう約2年前ですね。でその時っていうのはテーブルとパソコンとヨガマットがあるだけで、あとは全部棚にぶっ込んであるっていう状態でした。そうなので動画からそのミニマリズム感がもう溢れ出していたわけなんですけども、ただその必要なものだったりワクワクするものっていうのは僕は基本的に取り入れるスタンスでした。中にはその僕の単純に趣味が変わったりとか、こうスキルが上がって一応それに似たものって必要なことっていうのが変わっていったので、その前買ったものでも必要じゃなくなってしまったり、前買ったものでもワクワクしなくなってしまったりっていうものは定期的に断捨離をしていきました。そう、中にはその僕がまあ至らないところがあって、その皆さんに「みたいな、それはダメでしょ」みたいなこともまあよくやってましたね、本当に。ただまあその僕の今の部屋の見てくれからするとですね、まあ、そんな中僕も自分自身でミニマリズムとはおまんも思わなくなっちゃったんですよね。そうだって今日普通にあのこれ持ってきてますし、ジョピーさん全然ミニマリストじゃないじゃないですか、もう普通になんならこれだけでいいじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけど、僕の場合はこの後、まあ夜にライブ配信をやるためにマイクだったりとか、あとはとりあえずこの周辺機器のセットスーツケースにポンってぶっ込んでおけば忘れ物もないしっていう感じで持ってるんです。パッキングに関しては前の出張パッキング動画でもシェアさせてもらいましたけども、必要なこれだけとりあえず入れておけばもう忘れ物もないし、必要なものは全部入ってるっていうような感じで、その考えずにパッキングできるよっていう、まあそういう感じで今やってるんですよ。はい、なので全然物はあります。持ってます。なんですけど、その考える時間だったりその思考の無駄とかっていうのはもう徹底的に排除して、やりたいことにフォーカスしているっていうスタイルは一切変わってません。ただ自分も最近感じてるのが、やっぱミニマルではないよねみたいな。部屋もそうですし、持ち運ぶものも別にミニマルではない。まあ6畳一間に住んでてあれだけのものしかないって考えると、まあ、十分ミニマルだとは思うんですけども、僕の場合はそのミニマリズムになってやりたいことに集中してそこで結果を出すっていう、まあその手段みたいなもんなんで、僕にとってのミニマリズムはあくまでも手段の一つなので、僕はミニマリストを目指したわけじゃ全然なくて、その企業当初に物をもうバッて捨てて仕事に集中するっていうことをやったら、それがまあ結果的にミニマリズムなライフスタイルを送ることになったっていう感じなんですよね。僕も自分でミニマリストだと思ってないところをもうこうチャンネル見てくれてる人たちが「あ、ショピーさんそれはミニマリストですよ、ミニマリズムですよ」とか言ってくれたので、あ、そうなんだと思って、じゃあ僕の生態をちょっとシェアしていこうかなみたいな、ミニマリストとしての生態をシェアしていこうかなというふうに思ったんですけども、まあこう僕も自分自身のセルフイメージとしてはミニマリストではないかなみたいな感じで
思ってきているのも事実なので、まあ、そんな感じでその視聴者の人だったり僕の動画を知ってくれている人にどういう動画上げた方がいいかねみたいな、上げてったら面白いかねみたいな話をこうしていたら、まあ、ショーピーさんだんだんシンプリストっぽくなってますよとか、それあんまミニマリストって思ってないんですけどシンプリストだと思いますよみたいな感じで結構言われるようになったんですよ。そのシンプリストっていう言葉が結構言われるようになりました。はい、なので、ちょっと調べてみたんですよ。不要な家具や生活家電などの整理洗濯や断捨離を定期的に行い、簡素化、単純化、統一感を出すことを主なモットーとし、生活の量ではなく質を高めることを目的としていますと。まあミニマリズムとどう違うんだろうみたいな感じがしちゃうんですけども、はい、これちょっと他の方のブログから拝借したんですけども、シンプリストの、まあ、10のことですね、はい、特徴的な感じをシェアすると、物を捨てないために大切にしたくなるものを手元に増やすと、大切にしたくなるものを手元に増やす、好きなものや心躍るハッピーなものに囲まれて暮らす、自分にとって長く愛するものを身につける、長い年月を乗り越えて残った定番品を揃える、色形素材にこだわりを持ち統一感を持たせる、自分にとって何が大切なのかを手帳に書き出す、自分の生活サイクルを知りスケジュール管理をする、親しい友人こそ少なくても喜びや悲しみを共有すると、一人で過ごすリラックスタイムを持つ、迷わない選択をするために時々自分を見つめ直すということで、まず要するにその僕が前シェアしてきたミニマリズムとメントレ、もうなんかガッチャンコしたような感じですね。物を持たないとかっていう発想はないですね、こっちには。僕もですね、こういうの情報を見てた時にミニマリストよりもシンプリストの方が今はすごくしっくりきてるなっていう風に自分自身感じてます。おしゃれな家具で統一したりとかっていうのはまだまだですし、その自分のワクワクするものだけで囲まれるっていうのはちょっと今修行中って感じですね。はい、そこを目指してます。本当箸の一本までお気に入りのものなんだっていう風に言いたいっていう、それはすごいありますね。そうなので、これからはおしゃれなシンプリストさんっていうのを目指していこうかなっていうふうに思ってます。まあ、もちろんその肩書きで固めたりとか、その自分はまあ何々だっていうふうに固めてしまうと、それはそれで可能性がこうギュッと狭まっちゃうんで、まあ、もったいない気もするんですけども、一応そのミニマリズムな話も聞きたいっていう要望もたくさんあるのは僕は知っています。なので、その過去の若かりし頃のミニマリズムな配信っていうのをちょっとまあ2019年バージョンとして、またちょっとこうブラッシュアップした形でシェアをしていこうかなというふうに思ってます。で、あと僕の好きなこととしては、こうやってあの旅だったり旅行だったりとか遠くへ行くってこともものすごい好きなので、スッキリ空間まだまだ好きなので、そういったところをこれからどんどん皆さんになんかお見せできたらいいかなっていうふうに思ってます。断捨離もそうですし、靴磨きもそうですし、メントレもそうですし、まあやっで後悔した人はいないよねっていうものはやっぱどんどんシェアしていきたいなというふうに思うので、これからもよろしくお願いします。はい、多分この動画めっちゃカットしてると思うんですよね。最近喋りが下手っぴになっちゃったんですよねまあでも、はい、じゃあまだ11時、朝の9時10分なんで、はい、じゃあ今日も一日楽しんでいきたいと思います。